英国王室が主催するロイヤルアスコット開催2日目、19日の出走馬と枠順が17日、確定した。メインのプリンス・オブ・ウェールズ S、G1、芝1990メートル、アスコットは10頭立て。昨年の AI ダービー、アイチャンピオン S、BC ターフを制しているディープインパクト3区オーギュストロダン、オス4、A、オブライエン。は3番枠から主戦ライアン・ムーア騎手を背にスタートする。前走タタソールズ・ゴールド・シーでオーギュスト・ロダンに3馬身差をつけ、G1 初制覇を果たしたホワイト・バーチは血液検査の結果が芳しくなかったことを理由に陣営が出走回避を決断。オーギュスト・ロダンが大手ブックメーカー各社で単勝前売りオッズ2倍台の1番人気となっている。オーギュスト・ロダンのライバル候補は G1、6勝のヒンバインスパイラル、昨年のイギリスチャンピオン S3 着で、チチチチハットトリックのオリゾンドレ、昨年のブツ2冠牝馬でスミオン騎手と初コンビを組むブルーローズ戦など。今年2戦はドバイシーマシー、タタソールズゴールドシーで期待を裏切っているオーギュストロダンだが、ここで信頼回復となるか、注目の一戦だ。